多くの関係者に見守られながら入線してきました。多量輸送の実証実験ということで、本日臨時で運行されていますこのはやぶさ72号、荷物をこのようにですねカートに乗せて運搬しています。そしてこれを大宮駅の屋上に持っていくという形になります。皆さんこんにちは、マッキーです。今日はこちら大宮駅にやってきております。鉄道マニアの方にとってはきっとおなじみの光景だと思いますが、今日はこの大宮駅に何をしに来たかと言いますと、こちらです。案内が出ますが、新幹線の荷物輸送運ぶによる多量輸送トライアル、これがですねどうも今日の12時半にですね大宮駅に到着するということで、そちらの様子をお届けします。もちろんですね、立ち入り禁止のエリアに入らず撮影いたしますので、その点は皆さんご了承ください。それではですねぜひ最後までご覧ください。どうぞ。今17番線から山彦の盛岡駅が出発しましたが、あちらが15番、16番になります。アウトオブサービスということで表示が出ております。これどういうことかと言いますと、今日、実証実験で、走行する新幹線はやぶさ号は臨時のはやぶさ72号として運用されます。その関係でですね、このはやぶさ号が大宮終着ということになってまして、東京駅まで行かないんですね。東京まで行かずに、お客様はですね前方のこの1号車から5号車の方で、お客様いわゆるお客扱いをしまして、6号車から8号車こちらにですね、荷物を積むという形になります。そしてその積んだ荷物をこの15番線16番線で、下ろすという流れになっています。ちなみに9号車のグリーン車、そして15号車のグランクラスは、使用しないということのようです。こちら移動してきましたが、おそらく今回の実証実験に関わる関係者の方々、そして、荷物を下ろすですね、作業員の方がいらっしゃいます。あのようにおびただしい数のこうですね、カゴがこう置いておりまして、あれをですね、今日は大宮駅の屋上、そちらに上げて荷さばきをして、トラックで目的地に配送するという流れのようです。配送地の中にはですね、私が大学時代によく使ってたスーパーなんかもあってですね、なんだか懐かしい気分になりました。その関係で今日はこの15番線16番線の見学エリアは封鎖されているという状況です。ちびっこの皆さん、今日だけはちょっと我慢してねということで、今日の2時半ぐらいまでですかね、封鎖されているようです。あと15分ほどで列車が到着するという状況です。今スタッフの方々がおそらく最後の打ち合わせでしょう。どのように動くかというところの確認をしているようです。はやぶさ72号の到着まであと3分を切りました。もう先ほどよりもですね、はるかに多くの方が、関係者の方がこのホームに集まっています。未来の新幹線の形を今日この大宮で見ることができるかもしれません。さあ、まもなく列車が入線してくるようです。時刻はもうまもなく12時30分を迎えますが、若干の遅れがあるかもしれません。さあ、そしていよいよはやぶさ72号が大宮駅に入線してきました。時刻は12時30分を若干過ぎておりますが、ほぼ定刻通りはやぶさ72号が多くの関係者に見守られながら入線してきました。多量輸送の実証実験ということで、本日臨時で運行されていますこのはやぶさ72号、未来の新幹線の形として歴史に残るかもしれません。今列車が停車しました。先ほどもお伝えした通り、荷物は6号車から8号車までこの3両で積まれています。
そして前の5両こちらはですね客扱いということで、おそらく一般のお客様ですかね、一部関係者の方もいらっしゃるような感じもしますが、前5両にお客様を乗せ、そしておそらくこれから荷物を下ろすと思われます。大宮駅の15番線16番線で荷下ろしが開始されようとしています。そして今荷物を下ろすスタッフの方々が車両の中に入っていきます。いよいよここから荷下ろしが始まるようです。今12時37分発の山彦号が出発しまして、再びこの15番16番線のホームの様子を見ることができるようになりました。もうすでにですね荷物をこのようにですねカートに乗せて運搬しています。そしてこれを大宮駅の屋上に持っていくという形になります。多くの関係者に見守れながら荷物を運んでいきます。ちょっと私も興奮してカミカミになっておりますが、その点ご了承ください。車両から降ろした荷物をどのようにですね大宮駅の屋上に運ぶかというところなんですが、ちょうどこちら業務用のエレベーターがですね、大宮駅15番線16番線の、仙台方の方にあります。そして今ちょうどですねエレベーターの扉が開きました。荷物が今あのように運ばれていきます。荷物を一つ入れて、そして関係者の方が何名か乗りました。おそらくこれで一度屋上へ行くのかなと思われます。そしてまた次の荷物を運ぶということで、これはあれですね、2台1つずつ1回で運ぶという形になりそうです。そして荷物をですね屋上に運ぶとですね、この空になったカートがまたエレベーターで降りてきて、また別の荷物を運ぶために戻っていくという形になります。このカートと新幹線リーグ系のこのいい意味でのミスマッチ感がたまらないですよね。まあ私正直もうちょっとこうこじんまりした実証実験なのかなと思ったんですが、思った以上に大掛かりで少し驚いています。ちなみにあの荷物を載せたのは青森県にある盛岡新幹線車両センターの青森搬出所です。そちらではですね AVG と呼ばれる無人搬送車、こちらを使用したですねいわゆる荷物を積む作業ですね、生産性、こちらの検証が行われている場所です。今ですね時刻は13時5分、ちょうどはやぶさ72号が到着した30分少女が立とうとしているところです。で船もですね続々とこの荷物がですね屋上へ向かうエレベーターの前にですね並んでいます。そしてですね非常に残念なんですが、私の携帯のバッテリーがですねもういよいよ限界を迎えておりまして、この動画ですね一旦ここで終了したいと思います。この実証実験の結果をどう捉えるのか、これは非常に興味深いところですね。おそらく後日、プレスリリース等でですねこの実証実験の、検証結果というものが発表されるんじゃないかなというふうに思われますが、そこでどのように展開を出すのか、一番焦点になるのはやはりこう収益面でしょうね。前より5両にお客様を乗せ、そしてその後の6から8号車で荷物を積む、これちょっとですね今目の前に止まっているこの E5 系の9号車15車ちょっと今明かりが落ちているのかなという、見方をしますけども、要はですね本来化石頭のこの車両を使わずに運行するということになれば、その分収益面のところでやはり若干の懸念があるんじゃないかなと思われます。物流業界の2024年問題、そして CO2 の削減、
社会を取り巻くさまざまな課題を解決すべく今回の実証実験が行われているわけですが、社会課題の解決に向けた新たな光がですね、ここから見出せることを願ってですね、この動画を終わりにしたいと思います。このチャンネルではですね、研究に関するさまざまな動画を配信しております。ぜひですね、他の動画もご覧いただきまして、いいねやチャンネル登録していただければ幸いです。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。